山形県立村山農業高等学校は、かつて山形県村山下手岡にあった県立の農業高等学校である。略称は村農県立高等学校の再編により、2014年3月に閉校した。想像力に富み幅広い教養を身につけた個性豊かな人間を育成する。健康でたくましく、 勤労意欲と望ましい職業間に満ちた柔軟性のある人材を育成する。体験学習を通して自ら考え、自ら学ぶ姿勢と課題解決能力を育み、社会で活躍できる人材を育成する。各教科学習を充実させ、生徒一人一人を生かし、自ら学ぶ意欲を喚起する学習内容、指導の工夫改善に努める。 勤労意欲と望ましい職業観を身につけ、自ら行動し、自ら学ぶ意欲を持てる生徒の育成を図る。多様化する生徒に対し生徒一人一人の個性や能力の的確な把握に努め、個々に応じた、きめ細かい学習指導や、進路指導に努める。幅広い教養と社会性、倫理観を身につけた個性豊かな人間の育成を図る。 各種資格取得を積極的に奨励し、社会で活躍できる人間の育成を図る。地域力を活用するとともに、地域行事、ボランティア活動など、積極的に参加しながら、地域に開かれた学校を目指し教育活動の理解を図る。部活動、農業クラブ活動の活性化を図り、活力ある学校を目指す。2学期生、ありがとうございます。